はい、おはようございます、ニューイヤー岡山大会やってきました、今年初の公式大会というわけで、CoB からはなんと12名、ね、意識高い12名が参加しております、ね、ではね、ニューイヤー一発目みんなが使うマシンをね、ちょっと拝見させてもらいに行きましょうかね。はい、おはようございます。ジェジオ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。 VS? いや、フレキです。フレキ、はい、ギア後あれモーター後ろについてるけどモーター後ろについてるような気がするけど、こういうフレキ。あ、そういうフレキ、はい、分かりました。タマちゃん、マシン、タマちゃん、ボディどうした？タマちゃん、ボディどうした？筆で塗りました。筆で塗りました。金色を筆で塗ったの？全部、お、全部筆？全部筆です、ぐっちゃぐちゃで。あ、全部筆なの？筆感出てます。筆感出てるか。筆感出てるな。まあ、ちょっとざっとにね、評論してもらおうかな。ざっとくん、明けましておめでとう。あ、おめでとう。あ、こっちこっち、おめでとう。マシン、マシン見せよう。ちょっとマシンもからバラします。え、ちょっとバラす前に、それコータのんです。それコータのんですね。僕フレキ作ったんで。フレキ作った。ザッ、はい、ザット君もあれ、あれ AR か、あれ AR、 AR、 あれ AR、 AR、 これ AR、 これ AR、 これザット君の AR、 かっこいい AR、 真ん中に元ついてるけど AR、 これ、うん、まあ AR、 AR、 あくまで AR、 あくまで AR、 ね、はい、フレキとかシール、フレキとかシール、フレキとかシール。で、あのザット君見てもらいたいんけど、これどう？あ、みかんの皮、みかんの皮、みかんの皮らしいです。はい、イメージはみかんの皮。イメージはみかんの皮。あの、塗った時の気持ちは芸術家。芸術家の気持ちで、うん、あの髪の毛を、うん、あの感じで、うん、あれながら、うん、筆で色塗ってた。はい、芸術家の域に達したということで、玉ねぎは。言葉がない。おばちゃん、明けおめ。何でも今日はあの風邪ひいて鼻がやばい。あ、そうなの。今日は X シャーシやろ。X シャーシ見してちょっとあの一回上から全部見してや。はい、フレキね。みんなフレキやな。カタジクの、カタジクが絶滅危惧種になりつつありますね。はい、ポコちゃんもフレキでーす。あけおめでーす。おめでとうございます。あけおめでーす。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。唯一のフレキですよ。唯一のフレキ、フレキじゃない、フレキ。唯一のカタジクでございます。カタジクです。スーパー2で、はい、男やな。男は僕、逃げた僕は恥ずかしい。はい、これ今年もこれでいきます。今年でスーパー2でございます。走りに交互期待、はい、唯一の形軸で、はい、はい、山ちゃんのんです。いつもの山ちゃんとソニコがいます。かわいい。かわいいよ。かわいい。山ちゃん喋ってるわ。いや、だって今日仮面つけてないし。あそこにあるから、はい。で、撮影 NG の加藤健さんが横にいます。おはよう。明けおめ。明けおめ。太った？キロぐらい太ったから。105ぐらいって、うん、俺もや。正月太りで。奥は？マッスインは？ MS。 よしや。わあ、MS シャシでーす。 MS でーす。ちょっと動くようになってます。やっぱり実写や。実写系がいい、うん、実写系がいいかな。僕くんは TRF ワークスでーす。おはようございます。おはようございます。はい、インフルエンザと脱走僧侶と脱走僧侶でアダルトチーム、はい、激鎮でございます。2人だけで。激鎮でございます。はい、遠目でいいんで、マシンを。できてる、はい、できてますか。はい、これからバージョンアップしていくマシンだそうです。打ちこいてるわけじゃない。いろいろ人に教えてもらってるんで。そうです、僕と一緒です。はい、こんな感じで MS フレキが大多数を占めるというAR カルチャーを概念、概念。AR カルチャーを概念ということで、今日12人中10人がフレキです。どういうことやねん。あ
あれあれ、おお、さあ誰のマシンでしょうかね。はい、正解です。ちょっと駆動出るそれ。え、どっちのっすか。え、前後ろ後ろ。あ、全体的に。あ、スイッチこっちや。そうですそうです。これバーニングさん。いいな。マーシーですか。はい、スイッチ。出たんじゃん。で、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ。え？あ、これはもう僕わからないです。手に負えないです。うん、天体マシン。それ Wi-Fi なんてなんだろう。Wi-Fi 使えてます。あ、今日ちょっと県外だった。ちょっと弱いですね。海外だったら Wi-Fi ないと。この屋根がちょっと邪魔してた。妨害されてた。もうちょっとスピードの右から。うわぁ、垂れる。あぁ、この状態で恵方巻き。恵方巻きすごいな。わぁ、おこれで鳴らし続ければいいんですか。どっか溶けてると思います。歯磨きどっか溶けてると思います。寺社のギアが慣れてくれます。はい、今回ニューイヤーが、ね、岡山大会が一番初めということで、初披露、公式のレイアウトでございます、ね、スタートがあちら。見てるとね、このスロープからバウンシングあまり飛んでる方がいらっしゃいませんね。はい、で一番の疑問がここ、特に4レーンの、ドラゴンバック右のレーンチェンジ当たる場合とか、この辺でバランス崩してコースアウトしてるマシンがほとんどですね。はい、でよくいるのがこのレーンチェンジで止まってるマシン、よくいます。でそれ以外はね、もう特にコースアウトするようなセクションはないので、気をつけるべきはここだけになりそうです。参考になれば。